できるというところで理解を深めていくわけなんですよ。キャッチコピーがあるんですけど、この映画を見る前のあなたには戻れません。性欲。稲垣吾郎さん以外はセクシャルマイノリティで、水に異常なまでの興奮を感じる佐々木と桐生がいる。言ったところで誰も信じてくれないし、分かってくれない。私たちはこの世の中のシステムで生きていくために理想結婚をしていくわけなんです。稲垣吾郎さんの家の YouTuber になりたいという子供がいて、結果家庭が崩壊寸前なんですよ。あんだけ世の中から理解されないけれども認め合うということなんですね。恋愛、結婚、子供を授かる、これこそが幸せである以外の人は社会から非常に生きづらい世の中になってるんです。承認愛好者、従関、スワッピング、出したり入れたりするという行為以外に性的興奮を覚える人はどうやって生きていったらいいんでしょうか。本当に多様性というのはそんなに簡単に言ってはいけない、難しい難しい問題であるなと思いました。